どうも、シャーペンです。もうついに12月に入りましたね。突入ですよ。ということで今回やっていくのは、以前先月ぐらいに、今から年末までオーブを貯め続けたら何個貯まるのかっていう動画を上げたんですけども、結構あの動画ね、不完全というか、いろいろとね、足りない部分があったんですよ。それなんで今回は、改訂版ですね。今日12月1日から31日まで貯め続けたら、一体どのぐらい貯まるんだろうかっていうね、動画でございます。まあ、ちょっと内容似ちゃってますけど、単純にして僕も気になるんで、お許しください。ということで、行くぞ。まず、まあ、ちょっと入手難易度が低そうなものから、いきますね。ログインオーブ。まあ、ログインするだけでもらえるやつですね。で、これが、30日まで1個以上なんですけども、31、大晦日は10個もらえるんですよ。まあ、それなんで、合計40個ですね。40個以上。オーブのかけら。かけら100個で1日1個と交換できる。毎日交換すれば、31個。今週のミッション。4週なんで4個ですね。たまーに5個になります。クリスマス新降臨。これちょっと微妙ですけど、あるか。今年もあると仮定したら、新降臨が2つ降臨するんで、まあ、2個ずつ。で、4個。初クリア報酬ですね。で、正月新降臨が2個。新イベント初クリア報酬が、これから開催する新イベントが11個。去年は確か2回あったんですよ、新イベントが。まあ、それもあると仮定して、22個ですね。顔合わせミッション。毎年の大晦日前ぐらいに始まる顔合わせで10個。で、覇者の塔。とりあえず12月分で68個。で、プラスして、おそらく今年もね、1月分の覇者塔が12月に前倒しされると思うんで、2回分で136個。で、同じく連覇の道も2回分で50個。封印の玉露2で40個。1だと18個ですね。近畿の極が12月分なんで30個。ひらめきの有利場が15個。一番これが入手難易度高い。豪絶ボーナス。今日から日数が始まるとすると、レベル1以上で10個。7以上で15個。レベル10だと20個もらえますね。まあ、これが、多分、大体いったと思います。合計すると、394個。ですごい。で、こっからもプラスして、人によって、過去の降臨とか、初期の初クリア報酬。ラッキーバルーン。あと、絆オーブとか。もうこれもプラスするとね、さらに増えるんで。すごい。別に今から貯めても全然間に合う。ということで。まあ、よかったらこれについて何かコメントとかありましたら、どしどしお待ちしております。あとぜひ、チャンネル登録もしていただけるとこんな感じで、毎日モンストの動画を投稿してるんでよかったら登録していただけると、投稿していく、モチベーションにもつながるんで、どうか、よろしくお願いします。では、ご視聴。ありがとうございました。頑張って貯めていきましょう。さよなら。